皆さんこんにちは、ビーレジェンド大林です。今日は視聴者の方からですねいただいた質問にお答えをしたいなと思います。減量をやったことがありません。やるならローファットでやろうと思うのですが、どのような食材お米を食べたらいいですか、ということで、せっかくなんで減量と増量と、まあ両方のパターンでちょっと解説をしようかなと思うんですけども、減量の時増量の時にどんなものをどれだけ食べたらいいのかということをアドバイスさせていただこうかなと思います。最初に言っておきたいのは、食べたらいいもの悪いものっていうのは基本的にありません。どういうことかと言いますと、食べただけで太るものとか、逆に食べただけで痩せていくものっていうのは存在しません。痩せるか太るかというのは自分の食べた摂取カロリーと消費カロリーのバランスで決まります。なので極端なことを言ってしまえば、野菜サラダだけでも消費する以上に食べれば太ります。まあまずそんなことはできないですけどね。逆のパターンでいくと、ものすごいカロリーの高いお菓子とかジャンクフードを食べていても、例えば自転車で1日300キロ走りましたとかでですね、食べた以上に消費すれば、どれだけカロリーの高いものを食べても理論上は痩せていくことができます。痩せるか太るかというのは食べた量と消費した量のバランスで決まるので、一概にですねこれを食べれば痩せます、これを食べれば太りますっていうのはないんですね。なのでどんなものを食べればいいですかと聞かれると、目標とするタンパク質、脂質、炭水化物、糖質ですね、この3大栄養素の数値をクリアできる範囲で好きなものを食べてくださいっていう答えになってしまうんですね。じゃあどれぐらいの摂取カロリーで増量減量を進めていったらいいのかっていうことと、もし私が増量するなら減量するなら、どういうものをどれだけ食べてやるのかというところを、まあ参考までにですね説明をさせていただこうかなと思います。減量のところですね、ここから説明をしていきます。リーンゲインズの動画上級編の方でも解説したんですけども、基本的にはそこで説明した内容と一緒になります。ここは便宜上ですね、体重70キロの男性と仮定して数字を入れ込んであります。摂取カロリーは体重1キロにつき30キロカロリー、 70×30 で2100キロカロリー、この摂取エネルギーを目標にしていきます。次に出てくるのが一番大事なタンパク質、これは体重 ×2g で70キロなんで 140g、 タンパク質は 1g あたり4キロカロリーなので560キロカロリーになりますよと。そして脂質、これは減量の時は摂取カロリーの 20% を脂質から取るのがおすすめです。2100キロカロリーの 20% で420キロカロリー、脂質は 1g あたり9キロカロリーになるので9で割って、まあだいたい 46g ぐらい。そして最後に炭水化物、糖質ですね、この糖質は目標とする摂取カロリー2100キロカロリーからタンパク質の560、脂質の420を引いた残りのカロリー分を取ることになります。残りのカロリー1120キロカロリーになります。炭水化物、糖質ですね、これはタンパク質と同じく 1g あたり4キロカロリーになりますので、4で割って 280g の糖質を取るのが、まあ、目標になります。この3大栄養素の量、タンパク質 140g、 脂質 46g、 炭水化物 280g、 この数値に近いところで取れていれば、基本的にはどんなものを食べていただいても構いません。あえておすすめをするんであれば、手に入りやすいものとある程度保存が効くものなんかを中心に選んでいただくといいんじゃないかなと思います。特定のスーパーとかお店でしか買えないような食材なんかを使ってしまうと、じゃあそれが手に入らなくなった時に代わりに何を使ったらいいのかなっていうところをまたこう計算し直さないといけないんで、ちょっと面倒になってくるんですね。なので基本的にはまあどこでも売ってるような食材で、ある程度まあ日持ちのする食材を中心に食事組み立てていただいたらいいんじゃないかなと思います。私の場合はだいたいですね、減量中は白米とリンゴと鶏胸肉、卵、納豆、こんな感じの食材で食事メニューを組み立ててました。まあこれにプラスしてプロテイン飲むかなっていうぐらいですね。私の場合はこれを体重 ×2g よりも多く減量中はタンパク質を取りますので、ここから足りない分をプロテインを飲んで補う
という形になります。まあ、この辺の食材でしたらもう本当にどこでも買えますので、まあ、食事のメニューが考えやすい、品切れがないので組み立てやすくてストレスが少ないので、私はこういう形で減量、まあ、増量もですけどもやってます。この食材をどれぐらい食べたらこの摂取カロリー三大栄養素に収まるのかというと、白米が 600g、まあ、これ炊いた後の重さで、まあ目安ですけども、だいたいお茶碗4杯分ぐらいです。まあ、どんな風に振り分けてもいいんですけども、朝に2杯で昼夜に1杯ずつっていうような感じですかね。リンゴ、これが 276g、 あの中途半端な数字になってますけども、私がいつも栄養の計算をするときに使ってるツールでですね、まあ1個あたり可食部が 276g って出てましたので、まあ便宜上ですね、そのままの数字を入れてあります。まあ、なのでだいたいリンゴ1個分だと思っておいてください。そして鶏胸肉が 350g、 だいたい小さめのものでしたら1枚半ぐらい、大きいものでしたら1枚分ぐらいかなと思います。で、この鶏胸肉は当然皮なしのものですね、脂質を抑えないといけないので。そして卵が全卵です、黄身も使えます、で5個で、納豆が 90g、 だいたい四角い大きめのパックでしたら2パック、丸い形のちっちゃいやつでしたら3パック分ぐらいです。こんな形で私は減量をやってますので、ご自身が美味しく食べれる食材で簡単に手に入るような食材で減量のメニューを組み立てていただいたらいいんじゃないかなと思います。そして次なんですけども、増量いきます。この増量の時の摂取カロリー三大栄養素の量っていうのは、以前出した体脂肪をなるべくつけずにバルクアップする時の摂取カロリー栄養素の量とちょっと違います。というのは、あの動画の時はリーンバルクアップの方法ということで解説をしましたけども、個人的にはリーンバルクアップあまりおすすめをしていません。なのである程度しっかりカロリーをとって、まあ、体脂肪も増えちゃいますけども、その分使用重量の伸びも良くて、筋肉量も進歩してるな、増えてるなっていうのはこう分かりやすいぐらいの増え幅になるような増量ペースになるように栄養素の量を調整してあります。増量の時はカロリーから決めるんではなくて、三大栄養素の量から決めていきます。この三大栄養素の量を決めて全部のカロリーを足したものが来ると思っておいてください。減量は先にカロリーを決めますけども、増量の場合はカロリーは最後に来ます。で、タンパク質は減量中と同じように体重 ×2g なので 140g、 560kcal、 脂質は減量中よりもちょっと多めです。体重 1kg につき 1g、 70g で 630kcal になります。リンバルクアップの動画と、まあ、ちょっと違うのがこの最後の糖質の量ですね。リンバルクアップの時は体重 ×4g ぐらいからスタートしてはどうでしょうかというふうに申し上げたんですけども、それだと増量ペースが遅すぎて人によってはどんどん絞れていってしまうこともあるぐらい、ちょっとカロリーが足りなくて増量ペースが心もとないので、私のおすすめとしては体重 1kg につき 7g 思い切って増やしてみてはいかがでしょうか。ということで 490g で 1960kcal、 これを全部足して 3150kcal エネルギーを取っていくということになります。増量の時に食べるものも、まあ、私は基本的に変わらないです。なぜかというと、いちいち何食べようかなって考えるのがめんどくさいんで、そんなにね、家の冷蔵庫も大きいものではないので、いろんな食材を買ってしまうと冷蔵庫の置き場がなくなったりとかですね、変に食材を余らせてしまったりしてちょっと困るので、基本的にはもうお米とリンゴと卵と納豆と鶏肉という組み合わせでやっていきます。ただ増量中の場合は、まあ、ある程度ですね、食べ過ぎても大丈夫なので、甘いものを食べたくなった時なんかにはコンビニとかスーパーでお菓子買って食べたりとか、休みの日に家族で出かけた時なんかは栄養素の量とかカロリーを忘れてですね、食べたいものを食べたりとかしたりして息抜きをしてますけども、まあ、平日何もない時なんかは基本的には減量中と同じようなもので食事は組み立てています。じゃあどれぐらいの量になるかと言いますと、まず白米が 1200g、 茶碗8杯分です。まあ単純に倍ですね、減量中の。リンゴが 180g、 リンゴ半分ぐらいで、これなんでリンゴ減ってるのって不思議に思うかもしれないんですけども、この 490g をクリアするために糖質の調整で入れてあるので、特に意味はないです。
鶏肉なんですけども脂質の量が増える分皮付きの鶏もも肉を入れてます。皮付きの鶏もも肉かなりジューシーで脂質も多いんですけどもその分柔らかくて美味しいので増量中は鶏もも肉を皮付きで焼いて食べるっていうのをよくやってます。ここの摂取カロリーでいくと皮付きの鶏もも肉が 200g だいたい1枚ぐらい、皮なしの鶏むね肉が 150g、 小さいものですと1枚分くらい、大きいものですと半分ぐらい、卵5個で納豆 90g、 まあ2パックから3パックくらいという形で私はですね食事を組み立ててます。なのでこうなかなかですねこういうものを食べてください、これを食べたらいいですよっていうことが理論上ですねバシッと説明するのが不可能に近いのでなかなかですね質問者さんが求めているような回答っていうのができなくて申し訳ないんですけども、こういうカロリー計算とか栄養素の計算の仕方というのをしっかり一度覚えていただければ、それに合わせていろんなものを食べて減量したり増量したりできるようになります。それこそ減量中でもたまの息抜きでジャンクフードとかお菓子とか食べながらでも無理なく減量していくことできますし、まあ当然増量中もそうですよね、ジャンクフードとかお菓子とかどれぐらいまでだったら許容範囲なのかなっていうのが分かるようになってきますので、食事の幅が非常に広がってきます。なのでこういう計算の仕方っていうのを覚えていただくとボディメイクやりやすくなるので、ぜひぜひ参考にしていただければと思います。今回はですね増量の時減量の時にどんなものをどれだけ食べたらいいのかということについて私の考えを説明させていただきました。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。